岸田内閣支持率も自民党も最低更新。その意してもね、まあ今日は共同通信の、まあ、世論調査っていうのが、えーまあ、出てるんですけども、えー、岸田内閣の支持率がですね、まあ、やっぱり、えー、最,最低になってると、えー、20.1%ですかね。 まあ、もうそれはそうやろうな、いうね。何も、この、その先月だっていいとこ何もなかったわけですから、20.1%でも、まだそんなあんのかな、みたいなね。あのまあ、でも、あの、まあ、言ったらもう、 ちょっとでも1割台になるっていうね、共同通信でもね。ま、あの、でも他毎日新聞とか G 通信ではもう先月、先々月ぐらいもう1割台っていうのは出てるんで、まあ、1割台っていうのが本当にこう、並ぶ、あの、全マスコミが1割台で並ぶっていうのもですね、まあ、そう遠くないかな。 っていう、まあ、感じのする、まあ、調査結果でもあるかなっていうね。で、あと政党支持率で自民党の支持率っていうのが24%で政権復帰後の最低を更新していると、まあ、いうことで、12月、去年12月は 26.0%やったみたいなんですけども、まあ、今月は24.5%でまあ下がってると。 まだかも自民党も岸田内閣の支持率も下がってて、まあ、本当にこうまあ、どうしようもないなっていう感じに、まあ、なってるかなと、で、まあ、実際に選挙にも影響出てるっていうのが、まあ、去年からそうなんですけど、まあ、やっぱりまあ、あのー、今年に入ってね、あの群馬県の前橋市長選で、あの群馬って言ったらね、あのー 山本一太さんがね、まあ、知事になって、えー、もう保守,保守王国みたいなとこで、まあ、野党系の、えー、市長が誕生したっていうね、でしかも大差をつけてね、あのえー、投票率はすごく少なかったんですけども、低かったんですけども。 大差をつけて野党系の、まあ、市長、女性市長が誕生するっていうのがね、ま、あったりとかしてですね、もうすでにもう異変っていうのは起きてるわけですよね、この内閣支持率の上がった下がったで、あの、数字の変化だけじゃなくて、すでに実際の選挙にも影響が出てると、まあ、いうことでね、まあ、これも当たり前やなと、まあ、自民党の支持率が下がってるっていうのも、まあ、つい最近で言えばね、 つい最近とうかもう一おとついというかね、2、3日前の話ですけど、え自民党の,あの青年局ですかね、が和,和歌山であの、まあ、セクシーなこう、なんていうんですか、もう,もう下着に近いような、 あの、服装した女性ダンサーに口移しでチップをね、えあ、ー、げてたというのが、あの、こう、産経新聞がスクープしたっていうのも出ててですね。まあ、それがもう、一斉にわーっと報じて、まあ、青年局長だった岩手3区ですかね。小沢一郎さんの、ま、地盤だったところで、自民党の藤原隆さんという方が競り、あの、買ったんですけど、まあ、その藤原さんが青年局長ということで、まあ、それを辞めたと。 で、あと、中曽根康隆さんって青年局長代理で辞任したっていうね。うん。まあ、まあ、そういう意味では、岩手ではね、小沢さんがもう選挙区で負けたっていうのは、あの、衝撃的だったんですけど、まあ、今度は、あのー、まあ、勝てるんちゃうのかなっていうね、もうこんな、もう、もう目も当てられないようなね、あの、ことをやってる人が、岩手3区でいるっていうね、自民党の藤原さんという方が。 まあ、それは思いましたけども、まあ、自民党の支持率も本当にもう、あの、やっぱり岸田内、岸田首相も飽きませんけども、自民党もほんまこのセクシーダンサーとかね、女性ダンサー、あの、ほんまなんか、それも理由が、なんか、多様性がなんちゃらかんちゃらみたいなことを言ってね、で、それを、あの、企画した人が、和歌山の県議のだったんですね。 で、それ、世耕さんの、なんか、元秘書みたいですね。あの、世耕弘重、安倍派の世耕広重さんのね。だから、日韓現代では、その世耕さんを狙い撃ちしてやってんのか、みたいなね。 まあその辺もやっぱこう自民党もこう、一枚岩じゃないというかですね、まあ内紛みたいなことがね、やっぱ支持率低下で起こってきているのかなっていう感じも、まあしたりしますけどもね。で、やっぱその政治と金の問題でも裏金関与の幹部に77、77%の人がですね、厳正処分を要求していると。で、成林審の出席議員、 に関しても、この裏金関与のね、この説明責任を果たしてないっていうのは91%ということで、まあ、これ全くもう、あの意味がなかったと、もうこれを、政倫審の、この、関してもですね、岸田首相がですね、えー、もう、なんか,か、かけだと、えー、もう捨て身だみたいなことを、まあ自分で言ったんですかね、まあ自分でかけだみたいなことを言って でえー、岸田首相自らが出席したんですけども、まあ、それも全くの空振りというか、全く評価されてない、えー、支持率はまあさらに下がって、ですね4.4ポイント、えー、内閣支持率はあの前回から下がっているということで、全く評価されてないと言っていいと思うんですよね。でまあその ま、他気になったのは、その、株価もね、なんか4万円近く、え、上がったりとかして、あの、ま、でも全然、その、景気のね、景気が良くなったなんていうことは、もう誰一人、特にこれ聞いてる人はね、 誰一人思ってないと思うんですけど、あの、まあ、やっぱりそれも、やっぱりその景気の実感、景気向上の実感なしが87.9%トということで、まあ、9割近くの人が全く実感しないと当たり前やないよね。これをその、なんか喜んだりとかね、例えば岸田省の,あの実績だみたいなことを、まあ、言ってはないと思うんですけど、まあ、そういう、なんか勘違いしちゃ本当にもっと下がるんちゃうのかなっていうぐらい、 もう物価も上がってね、よけい、最低賃金だってな、最低賃金,賃金だって上がってないですね、賃金も上昇してないっていう、むしろ下がってるっていうのが、最近の、えー、なんか月例調査かなんか出てたと思うんですけど。だから 全く景気も良くなってないし、賃金だって上がるどころかむしろ下がっててですね、まあ物価も上がってると、物の値段もあの高くなってるっていうね、ほんまにどうやって節約して生きていこうかなっていう考えときに、まあ政治も何にもしてないどころかですね、まあ自分たちを特権階級かのようなね、 ま、政治と金の問題で裏金についてもですね、ま、納税する必要はないと、岸田さんが言ったりとかですね、ま、ペナルティがないんですよね。で、ま、なんていうんですか、こう、政治家内、政治家じゃない派閥の会計責任者が起訴されてるっていうね、これ岸田派もそうですし、安倍派も、二階派もそうだったと思うので、起訴されてると思うんですけど、ま、ほんまなんか理不尽としか言いようがないっていうね、 で、安倍派の、あの、まあ、事務総長みたいな、あの、方だってですね、西村さんとかだって何のお咎めなしっていうのもおかしいなっていうね。うんっていうのはね、まあ、ほんまなんか、その不公平感だけを与え続けてる、やっぱり、えー、岸田内閣であり自民党政治かなっていうのを思うとね、まあ、そら、そんなあかんやろっていうね、 あの内閣支持率も自民党の支持率だって上がるわけないな,ないわっていう風にね、まあ、思いましたけどもね、うん、まあ、あともう一つ気になったのが、まあ、これは,これはもうあの共同通信の世論調査の結果ということなんです。まあ今日もう一つねやっぱ、あのー まあ、ヤフーのトップにも出るぐらい、やっぱ関心高かったのかなと思うんですけど、やっぱり与党である公明党のですね、石井幹事長がですね、BS のテレ東の番組で衆院解散について、えー、9月に実施予定の自民党総裁選直後になる可能性が一番高いとの認識を示したと、まあいうニュースがね、まあいろんなとこに出てて、で、まああの、 9月の可能性が高いと言ってるんですけどまた、その、国会会期末の6月に解散する可能性についてもですね、ゼロではないと、まあ言ってるっていうのが、まあ今日、えー、こうニュースとして出ててですね、やっぱ解散の時期がいつになるかっていうね、まあ今年解散あるのはもうほぼね、 あの、間違いないっていうのは思うんですけども、じゃ、じゃあいつかっていうと、やっぱまあ6月か、まあ4月28日で補選に合わせてみたいなね、まあそういうことを言ってる人もいてたり、そういう、まあ情報を流してる人もいてるんですけど、まあ、それはないのかなと、やっぱ政治と金の問題も、まあ片付いてないと。う でまあ、6月の会期末だって、まあ、ゼロではないって公明党が言ってるんで、まあ、ゼロではないんでしょうけども、ただやっぱ公明党が秋の、えー、自民党総裁選後の秋が可能性高いって言ってるっていうことは、やっぱ公明党は秋にしてほしいと。九、えー、9月ですかね、今年の9月に、えー、まあ、解散して、その後なんですかね、まあ、10月か、よう分かりませんけど、まあ、9月の解散、 をしてほしいって公明党が思ってるのは、これは間違いないと。これはベストな時期だというふうに、まあ、公明党が思ってるのは間違いないかなっていうふうに、まあ、思いましたね。うん。まあ、だからどっちにしようね。まあ、6月にせよ、9月にしよそんな変わらへんわけでね。まあ、3ヶ月しか変わらないわけですから。まあ、やっぱり今からね、もう本当4月の補選で、まあ、野党なんかは、まあ、あの、勝つと。 えー、全勝すると、島根1区も自民党はなんか劣勢という情報もね、まあ報じられてたりとかして、長崎3区も自民党は立てない、今のとこね、3月、え、 3月のところで今日なんでも今日がタイムリミットでいや、みたいな報道も出てたんでね。まあ、長崎3区も自民党は不先輩かなと。まあ、いう可能性が濃厚かなと思うんですけど。あと、東京15区ですね。今んところの、えー、共産党の小包さんがね、あまあ野党系としては名乗り上げてるんですけども、まあ、あの、立憲民主も考えてるとは言いながら今んところ情報出てないんで、 ま、小包さんでまとまってね、行ったら、ま、いいかなと思うんですけどね。ま、どうなるのかっていうのは、ま、気になりますけども。ま、公明党が、え衆院解散を大秋がベストだと。えやっぱ政治と金でね、ま、きっちりとした、その、あの、規制というか、そういう法律みたいなのができてね。ま、それでやっぱり解散総選挙に臨んでほしいっていうのが、ま、こう、 与党の、まあ、公明党としては思ってるんちゃうのかなとは思うんですけどもね、うんまあ、どっちにせよね、まあ、どっちにせよ、当分、支持率が上がるっていうことはね、微増とかっていうのはありうるかなと思ってたんですけども、もずっと下がり続けてるっていうね。 まあ、どっちにしろ、2割台、1割台での、えー、この内閣支持率っていうのはですね、やっぱ6月、えー、か、まあ9月ぐらいまで僕は続いては全くおかしくないと思うんですけどもね。うん、まあ、そういう意味では、まあ、野党はね、まあ、頑張りどころかなと思うんですけどもね。えー、まあ、ほんまに、まあ、どうなるかっていう、まあ、感じでしょうかね。チャンネル登録よろしくね。